知名度ありまへん。ありまへんってごめんなさい。栗原さんに怒られるかもしれない。豊中市選出の区議会議員を1期やられ、2期目当選されたばかり。その前は豊中市会議員をやっておられました。栗原貴子さん、真っ赤なスーツで、皆さんよくご存知だと思います。今、皆さんのところにチラシがあると思いますけれども、配っていただいていると思いますが、もう真っ赤な燃える栗原。渦中の栗拾いをするには、ぴったりのスーツとお名前だと私は思います。最初にお会いしたのが、私が政治資金パーティーやらせていただいた10月16日の夕方です。やはりどこかぎこちなく、そして初対面ですからいろいろな話聞きましたが、おもろかった話をここでせっかく足を止めて阪急池田駅前で聞いていただいている方にご紹介したいと思います。栗原貴子さん、なんで政治家になったんですかということをお聞きしました。よくそれを聞かれるんですとおっしゃってます。よく聞かれるんですが、3人の娘さんもうそれぞれ手が離れるぐらいの年になった。そして公認会計士の資格を持っておられます。税理士の資格も持っておられます。さらには、この資格を生かす仕事は何やろ。それには命、暮らしを守るために今も国のお金の流れ、あるいは地方行政のお金の流れがおかしいんちゃうやろうかと思いはったそうです。そしておかしいと思った次に考えたことは何か。私の性格はひょっとしたら政治家に向いてるかもしれない、そう思われて、これは豊中の府議会議員選挙に最初に何のバックもないのにポンといきなりであったと。今まで政治をやろうとかいろいろ勉強していろんな人に団体に挨拶回りに行って支持団体を集めようというような動き一切なくして最初の府議会議員選挙落ちました。ごめんなさい、ちょっと演技が悪いことは使います。落ちましたがわずか20票差の時点でした。1万を超えるその票を1ヶ月ぐらいの選挙戦、もちろんエリアは豊中ですから豊中市域をお回りになって、それだけの数をお取りになった。この栗原さん10月16日に会いまして、それから1週間経った先週の土曜日にも私柳本明さんのパーティーでお会いすることがありました。演説がすごい迫力が出てきております。何しろ数字に強い、そしてこういう理不尽な大阪都構想であると、あるいは数字のごまかし、大阪府が財政再建団体になるかもしれん、破綻するかもしれんいう瀬戸際の時に、こういう人に数字に明るくて、そして真実を追求しながら、3人のお嬢様をお育てになった命と暮らしと家族を守る政治を、大阪府知事としてぜひやっていただきたいという思いがますます強くなっておりますし、ご本人のガッツ、この人ね、お話ししましたけど、なかなか頑固です。頑固というのは、いい意味で頑固。自分が正しいと思ったことをとことん追求していく姿勢と、そしてそれが間違いなく、多くの人たちの命と暮らしを守ることができる。いう信念を持っておられる。なおかつ民主主義は何か。この間大阪維新の会が一方的にあらゆることを知事権限あるいは市長権限で押し通してこられたのは民主主義でも何でもない、私は思います。大阪府知事の松井知事ですが、今まで議会の中で歳費っていうのはほとんど書けません。これは議会制民主主義の下で本当に二元代表制、まあ、皆さんの代表の議会議員あるいは市会議員の方たちといろいろ話をした結果、こういう選択肢がありますよというものを自分の中で判断して決めていく、これが民主主義の二元代表制の民主主義だと思います。この間の流れは全く違います。そういった人たちにさよならするのが11月22日まだ告示前でございますが、栗原貴子さん、栗原貴子さん出遅れてると言われてますし、出遅れて
てるという世論調査の結果も今日の各紙に出ております。しかしこの出遅れてる人をあともう1ヶ月を切っております。11月22日に皆さんの力でドーンと押し上げることこそが私は大阪の奇跡につながると思っております。ぜひ今日お集まりの皆さんお帰りになりましてからなんか今日池田駅で前の師匠が取った平松がいろいろ言うとったけどこのチラシちょっと読んでみようかといろんな人に広めてください。もう時間がありません。皆さんが広めていただくことで大阪から日本が変わる、これを実感していただけると思います。長時間にわたりまして池田駅の前から、皆さんに高いところから失礼しました、本当に多くの皆さんにお聞きいただいたことを感謝申し上げますとともにぜひ11月22日維新の政治をさようならというそういう結論を皆さんの手で導き出してください。ありがとうございました。